終わりました。あ、営業終了、あ、そっか、再開発でなくなったのです。じゃあもう二度とというかもうないってことか。悲しいね。結構あの観覧車目立つからさ、見えるとテンション上がったのにな。あ、観覧車だみたいな、すごい綺麗だったのに。悲しいね。何ができるんだろうそこに。またショッピングモール？なんだ、アリーナ、アリーナができる。それはできてからのお楽しみ。アリーナらしいです。アリーナなのかな、なんだろう。じゃあライブしたいって思う会場が増えるってことですね。ねえ、ライブはでも武道館がありますし、今明日武道館のライブリハなんですよ。レッスンある武道館で披露する予定の曲一曲だけ。ね、武道館、そう、1ヶ月とかなんですけど、早いですね。ちょっと確かに今回は早いと思います。レッスン始まるの。何歌うの？いや、さすがにね、言えないですね、それは。それは言えないです。今日もつけまつけてる。つけてる。やっぱりわかる？なんか部分部分につけるつけまなんですけど、ピッピッピッってな、ここに5、6本ぐらいかな、片目つけてます。本当はこの下まつげも5本ぐらいつけたいんですけど、でもね、まだね、慣れてなくて、だからね、まだ上だけかな。上だけをやって早くつけれるようになったら下もつけたいかなって感じです。どうやってつけるの？あの、普通にまつげつけまののりでつけてます。なんか意外と落ちないんですよね。私取れないかなってすごい心配だったんですけど、だから公演終わるたびに鏡見てた、大丈夫みたいな。でも全然落ちなくて、後半全然気にしてなかった。そう、メイク落としでスルンって取れるんですよ。でも
でもね、私の場合使い捨てで捨てちゃってるから、これもだから消費率ちょっと高いかもしれない。ナターシャも大丈夫なら何でも大丈夫。確かにあんなにかがんでてもまつげが落ちないっていう、あんなポーズしてたら何でも大丈夫だわ、このまつげなんて。うん、つけまつげは最終王は、え、なんだ、部分部分のまつげじゃなくて束になってるの、こういう形になってるまつげは多分何回も使えると思うんですけど、一本一本だからね、これの場合なんか使い回すの難しいなと思って私は捨てちゃいます。今日は冷蔵庫のスノゴが気になってきた。おお、届いて早速中にお茶とかアセロラジュースとかいろいろ入ってますよ。うん、でも冷凍庫が全然物入れてないです、まだ。私結構冷凍食品好きなので、まあ、冷凍食品をストックしておきたいなとは思うんですけど、はい。卵を置く場所とかもできててすごい嬉しいです。でもなんかね、卵1個だけひび入ってて、そう、なんかいつ割れてもおかしくないような状態だから、そうなの。だから新しくせっかく冷蔵庫したから、その中で卵割れちゃったらすごい嫌だなって感じですね。割れないと思うけど、早く卵を使わないと。うん、卵料理、卵料理か、なんだろう、すき焼き、すき焼きしたい。でもこの間なんちゃってすき焼きみたいなのはしたんですけど、でもね、すき焼きは本当に好きだからまたやりたいですね。今日リンリンがすき焼き だったって、夜ご飯、いいな、いいね。ね、きっとおしゃれなんだろうなっていうね。本当にそれはただのすき焼きなのか、おしゃれなすき焼き、そう。松坂牛使ってそう、使ってそう、確かに。ただの牛肉じゃなくてなんとか牛みたいなの使ってそうですね。うん、
金箔乗ってそう、それはないな。金箔はないな。そういえばこの花火大会ってやつは今日までですか？明日になるとなくなってそう。多分ね、そうだよね。夏、もう明日夏じゃないもんね、なんかイメージ的に。今日まで。貴重な。じゃああれだね、今日で終わっちゃうから。ご報告があります。今昨日から一昨日からオタゲを練習しています。 YouTube に挑んでます。応援よろ。すごい。オタゲってあのサイリウムをパンってやって光らせてやるやつ、こやつよね。まあかっこいいよね。見たことあるけど、 TikTok で動画流れてきたことあるんだけど、普通にかっこいい。夜にやるんでしょ。めっちゃいい。頑張って。でもすごい疲れそう。体力の消費量はすごそうだな。ねえ、オタゲすごい人いるよね。なぎちゃんのうちはデザイン作りました。来週には完成しそう。おお、楽しみに待ってます。楽しみ。どんな感じなんでしょう。でもそのおたげのやつさ、パキってパキってやって踊り出すんだけど、なんかパキってならない時があるんだよ多分。だから光らなくて何回も撮り直しになるみたいなね。そういうのも大変そう、オタゲ撮るときって。滝のような汗が出ていましたって。難しい技ですか。サンダースネークとアマテラス、すごっ。なんか名前すごいね。サンダースネークアマテラス、なんかどういう芸風かわかんないけど、きっとすごそう。頑張ってください。ね、名前かっこいいね。神様の名前アマテラス、かっこいい。こんばんは。今日の公演最前列で見させていただきました。何回も目が合ってなぎちゃんに沼りそうです。ぜひ押してください。まあ、押し編とは言わないですけど、押し増しでお願いします。お話し会も来てくださいね。待ってます。ここに書き込みをしてくれたということは来てくれるということですよね。追い込みスタイル。そう、ちょうど今再販中だし、ちょうどいいんじゃない？ちょうどいいんじゃないですか。いつまでだっけ？明日の13時まで？あれ？だから締め切りが一旦ありますよね。
今後のイベント情報、オンコロですね。10月は9月か9月オンコロがあります。4日、そうです、すぐだよ、9月になって。そう、なんか席前の方の販売が追加になってるらしいです。範囲が広くなったっぽい。うん、あ、完売してましたか。あ、そうなんだ。まあでもね、無料で来れるやつだから、オンコロライブはね、基本。そう、なので見に来てください。本コア、オンコロ、オンコロ、本コア、本コア、確かに、オンコロ、あ、本コアにも聞こえなくない確かに、うん聞こえん、さすがに、あ、聞こえない。あ、うん、天気が心配。天気悪いんですか、9月4日。まあでも最近ちょっとね、雨降るんじゃないかみたいな天気が多めだからね。そうなの、ちょっとあれですか。雨降るとさ、髪広がるからやだ。私髪の毛広がりやすいからさ、湿気で本当にやだ。オンコロってでも野外じゃないよね、室内だよね。野外、野外だったっけ。室内だと思ってるんですが。野外なの。去年でも出させていただいた時室内だったよね。そうなんだ、知らなかった。野外、広場みたいよ。そうなんですね。あ、ステージは屋根あるよ。あ、ちょ、日焼けはしなさそう。場所が違うんだ、そもそもね。そうなんだ。去年はなんかホールみたいな場所で確かやってました。台風来るかもしれない。やだ、来てほしくないな。そうね、去年は配信だけだったか。まあ、お客さん入ってた気がするけどな。でも私なんか最近自分雨女だと思ってたんだけど、なんか実は私多分雨女じゃなくて、あの晴れ女でもないんですよ。でも雨が降りそうなギリギリのタイミングで止められるみたいなタイプなのかなって思った。そういうことがほぼなので、そう、雨完璧にとはいかないけど、ちょこっと降ってるなぐらいまでに止められるみたいな感じの雨女タイプかなって思うんですよ最近。そういうことしかなくて最近本当に。
そう、曇り女って言うんですか、そういうの。なんかタイプに分けると私多分曇り女だと思う。でも晴れにはならないです。でも雨ザーザー降りにもならない曇り女そんな気がする。エイトは晴れのイメージがある。え、本当に晴れ女が多いのかな。じゃあジョーはやめてねって雨はね。でも雨降ってるとね、私基本折りたたみ傘を持ち歩くんですけど、なんかいつもリュックなのよ。リュックだからなんか傘さしててもリュックが濡れちゃうんですよね。だから雨嫌いなの。傘持ち歩くのもなんか重くて嫌じゃん。そう、だからもうそこは妥協して、もうリュック濡れてもいいやって思いながら折りたたみ傘使ってる。リュックを前にするんだよ。あ、こうやって前にしようの。あー、なるほどね。まあ、そうやっちゃったら濡れないかも。そうだね、そうしよう。前掛けにするわ。でもね、リュックも最近ほんとなんか汚くなってきて、なんだろうあれ、なんかね、なんかさ、服とかってさ、光日光に当たりすぎると変色したりするじゃん。もうそういう変色が結構出てきてて最近リュックに。だからね、そろそろなんか変えないとなって。今年買ったリュックだったんだけど、そろそろ変えようかなって思ってます。なんか紫外線で劣化する。そうだね、そういう感じ。色あせちゃいました。でもね、めっちゃ高いリュックとか、高いリュックじゃないから、あのプチプラリュックだからね、やっぱプチプラだと、まあ、そうだね、劣化が早いのかなと思いました。まあ毎日ね、結構そのメイクを自分でする日とかっていう時は毎日それを持ってってたから、そう、まあ、いっぱい使ったからいいですね。でもね、なかなか可愛いリュックで大きいのってないんですよ。なんか、ね、メイクポーチとかを入れられるようなリュックが欲しいの。でもね、なかなかないのよね、そういう大きさのって。結構中途半端な大きさのが可愛いの多かったりするの。難しいです、探すの。
何年ぐらい持つのが理想？何年ぐらい？3年4年ぐらいかな、やっぱり。うん、探さなきゃな、どうしよう。21年前のリュックまだ使えてる。それいいリュックなんじゃない？それか保存状態がすごいいいのか。そうね、私が生まれた頃ぐらいですね。うん、1ヶ月持てばいいくらい。1ヶ月はちょっと短すぎじゃない？ 1 ヶ月短いな。うん、ここでランドセルですよ。でもランドセルって海外ではすごい流行ってるんですよ。流行ってるらしいよ。パリコレでもランドセル紹介されたりとかってするんですよね。でもやっぱ日本からするとやっぱランドセルは小学生が背負ってるっていうイメージが強いから、まあ、そういうのね、ファッションとしてって人いないけど、見たことないけど、やっぱ海外ってね、ランドセルも結構ファッションの一部だったりするっぽいですよ。フランスで流行ってるね。そうなんだ、主にフランスなんですね。でもね、大人の私でも欲しいってなるぐらいの可愛いランドセルあるんですよね。そう、本当にね、最近のランドセルはなんかすごい可愛い。なんかなんていうの、もう金具が可愛いんですよ。金具がもうハート型とか、そんな私の時なんて金具は金具でしたよ。本当カチッてやるだけのただの金具。でも今はなんか金具の色もなんか金色とかだし、回るところがハートになってたりとか、なんかいろいろするの。もうなんかいつかそこから音が出るんじゃないかって思ってる私は。もうそろそろ音の出るランドセル発売されるんじゃないかってぐらいに進化がすごい。そう、刺繍部分とかめっちゃ可愛いのあるんですよ。可愛い。ランドセルに刺繍って何みたいな。すごくない？可愛いよね。いいなって思ってます、今の小さい子。まあ、私の時代もね、ピンクとかが出てきた時で、まあ私の時もいいち良かったと思うんだけど、今と桁が違いますね。そう、赤と黒しかなかったって方もいるから、まあまあね、あれなんですけど。あ、そうそう、ランドセルめくったら時間割が見れるみたいなね、あったね。ついてた。何もランドセルをプレゼントしたい。え、ちょっとそれは大丈夫？ランドセルプレゼントされてもなんかどうしていいか分かんない。ちょっとそれは大丈夫ですね。使わないと思う。うん、使わないです。やめて、1万円以下のランドセル探してきます。絶対探さないで、絶対送ってこないでね。絶対使わないよそれ。送られてきたらどっか寄付するわ。うん、まあね、そもそも1万円以下はないか。タイガーマスクね、なんかさ、タイガーマスクがランドセルを大量寄付みたいなニュースあったよね。でも誰かわかんないみたいな、昔そういうニュースがありましたね。そんな素敵な、そんな素敵な人いるんだみたいな。
毎年ある。あ、毎年なんだあれ。へえ、そうなんだ。イタチナオト、イタチナオトさんって人なの？伊達？イタチ、イタチ、伊達ナオトです。伊達さんだった。伊達さん毎年ってすごいね。うん、あ、伊達政宗ね。あ、そっか、伊達だ、伊達だ。初代タイガーマスクは違う人ね。初代タイガーマスク、初代とかあるんだ。あるか。ジェネレーションギャップ。なんかさ、昔さ、ジェネレーション天国みたいなテレビあったよね。あれめちゃくちゃ好きだった。 AKB がもういつも出てました。もういつもそれを録画して見てた。録画するほど好きでしたね。かも AKB が出てるってなったらもう何でも録画してたよ。なんか、なぎちゃんの残念少女のセリフ生で聞けて幸せでした。ありがとう、嬉しい。残念少女のセリフね、ほっといてよってね。嬉しい、ありがとうございます。でも今日はちょっとセリフ言った後に、まあ振り返った時にすぐマイクのマイクスタンドあって、あのマイクスタンドにぶつかりそうになった。お、危ないみたいな感じで避けたけど若干ぶつかりましたね。今日はなんかその足が結構グラグラしました。重心が定まんなかったです、今日なんか。そう、ちょっとね、バランス感覚が今日ちょっと私変でした。
貧血、なんかそう、まあたまたまバランスが、そう、バランス力が今日はダメでした。ヤクルト1000飲まないと。ヤクルト1000でもさ、売ってるとこさ2回しか見たことないんだけど、もう見なくなっちゃった。あの変えた時の奇跡は何だったんだろうね。もう本当に売ってないです。そうなのよ、ないから、やっと変えたと思っても続けられないのだからね、今意味がないの。そう、でも今日は楽屋にキレートレモンがたくさん置いてあって、キレートレモンをたくさん持って帰ってきました。はい、だからまあ劇場の旅に飲もうと思います。なんかね、キレートレモンノーマルタイプと、なんかむくみが取れる、むくみ取ってくれるタイプの2種類あるらしくて、私さ、その普通タイプしか知らなかったから、でもよく普通タイプは飲んでたんですよ、好きで。だけどむくみ取ってくれるバージョンなんて初めて見たみたいな、そんなのあるんだっていう。そう、すごいたくさん持って帰ってきた。なんかその一人当たりの量が結構ね、たくさん持って帰っていい感じだったので、そう、残ってる分をちょっと持って帰ってきました。そう、早速あの新しい冷蔵庫に入れて、で持って帰る時重いからね、瓶だからちょっと大変でしたけど、持って帰ってきた。私さ、顔のマッサージとかってあんましないんですよ。だからむくみもね、リハーサルでいっぱい汗かいて取るタイプなんだけど、まあ、それがあればもう無敵じゃんと思って、むくみ取ってくれるんでしょみたいな。それを飲んで公園出ようかな、今度6日あるよね、次の B 公演ね。うん、飲んですぐ効くタイプなのかしら。え、わかんない。前日とかかな。寝る前に飲んだ方がいいのか。ね。まあでもクエン酸だからいいですね。ね、そう、疲れにも効くレモン。ねえ、でも私、そう、美顔器、一応その美顔器も持ってるっちゃ持ってるんですよ。美顔器もでも持ってるんだけど、なんかもう使わないでずっとドレッサーにしまってあるっていうね。なんか本当はね、毎日やった方がいいんですけど、
続けられない、続かないですね、私ダメだ、うん、でもね、ちょっと古いかも、その美顔器結構前に買ったので、だいぶ前だね。だから、まあ、もうね、新しく買い替えてもいいんじゃないかって感じなんだけど、そもそも使ってないから、なんか買い替えるのもなぁ、みたいな。ねえ、なんか続かないんですよ。冷蔵庫でポイント溜まったんじゃない？お、溜まったよ。溜まった。でもなんか最近ドライヤー壊れて、なんか知らんけど、ドライヤーのさ、カチって、なんかドライヤーってこういう L 字じゃん。でなんか先端にさ、カチってつけれるじゃん。キャップみたいな、キャップじゃないけど、風の通りが良くなるみたいなキャップみたいなやつ。それがなんかつけれなくなっちゃって、なんかね、壊れちゃったの、ドライヤーが。本当ドライヤー買いたいんだよね、そのポイントで。でもさ、なんかポイントすぐ使っちゃうのもちょっともったいないなっていう気もするんだよね。ね、そんなあのドライヤーもいいドライヤーなんですよ、ちょっと多分そう、もらったやつなのかの多分そうなんだけど、なんか壊れちゃって悲しい。そうなんだよ、使えないことないから、キャップがつかないだけで、そう、風の通りがね、まああれで乾かしにくいみたいなとこあるけど、でもね、なんかもったいないな。マイナスイオン出る、マイナスイオン、あ、出てたかな、出てたような、あ、出てないか、マイナスイオンは出てないわ。うん、うんね、でも使いやすかったからね、悲しい。自然乾燥でも昔私自然乾燥だった、小学生の頃は。でも今自然乾燥なんて絶対したくない。なんで自然乾燥してたんだろうって謎だもん、すごく昔の自分。だって髪濡れたまま寝るってなんか気持ち悪くないねえ。髪長かったから、昔の私髪長かったのになんか自然乾燥してて不思議、すごく。えっ、どうやって寝てたのみたいな。絶対枕びしゃびしゃやんみたいな。でも枕がすごい濡れてたっていう記憶ないんだよね。乾いてたのかな、だからもう拭きまくってたのかな、拭きに拭きまくって水分取ってみたいな。うん、絶対乾かした方がいいね。キューティクルが閉じないからドライヤー必須らしいよ。え、そうなの？キューティクル大事。逆に昔はドライヤー髪傷めるって思ってた。まあ当てすぎるとね、同じ場所に。確かにそれだと、まあ、熱に多分弱いから髪って。そうかもね。最後冷風、あ、うん、言うよね。なんか髪乾かし終わった後に冷風を全体的に当てるといいみたいなこと聞いたことある。
野生児は自然乾燥さ。そうね、私野生児だったから昔はシャツとパンツで寝てました。発明前はどんな感じだったんだろう。そうね、ドライヤーがないとどうやって髪乾かしてたんだろう。確かに。本当にさ、今の時代が便利すぎて、縄文時代の人とかってさ、どうやってなんか生活してたんだろうってすごいね、たまに謎に思う時ある。だってお風呂とかさ、なんか狩りとかして汗とか絶対かくし、なんかその汗かいた状態で寝るってなんか私絶対無理だなみたいな。どうしてたんだろうね。なんか川に飛び込んでたのかな。でもなんか水に浸かっただけでさ、汗のベタベタ感って取れなくない？どうしてたんだろう。まあね、あと江戸時代とかそこら辺の髪長い人の時代とかさ、すごくない？どうやって髪洗って乾かしてたのみたいな。臭いとか汚いの概念なかったとか。そんなのかな。今がなんかもう敏感になりすぎてんのかな。髪洗わなかった。髪洗わないで一生終えるのはきついな。ちょっとすごいな。すごいね。あとなんかメイク、顔が白いじゃないですか昔の人って。そう、顔白いままなんか毎日毎日どんどんさ厚塗りになってってさ、だから笑うとひびが入るほど厚塗りなんですよ。すごいよね。それなお肌大丈夫みたいな。なんかメイク落としっていう概念が多分ないじゃないですか昔って。なんかそういうの気になっちゃうの。なんかみたいな、メイク落とさないとお肌やばくないみたいな。そう、ひび入るってもうなんか意識化してるじゃん。なんかもう意識化してる、メイクがひびが入ったらまたそれを直すために塗り直してみたいなことを見たことあるんですけど、すごいよね。そのひびが入ったのをこうやって扇子で隠してみたいな、そのための扇子みたいな。なんか不思議。それはどの時代だろう。わかんない、何時代だろう。わかんないな。ひび入ってますよって教えてあげるのかな。なんかそれちょっと失礼だよね。言いにくいよね。
なんか友達の歯になんか挟まってた時のあの空気感になりそう。これ言っていいのかなみたいな空気感、言っていいのかな、あーでもなーみたいな。友達なら言えるか、言えるけど、そうだね、うん、まあ、そういう気まずい空気感。うん、鼻毛出てる時とかねって。確かに鼻毛の方が気まずいか、言いにくい。そうだね、鼻毛出てるよってなんか言いにくいね。うん、まあでもぶっちゃけそこまで見えないんですけどね。うん、お、36分、あともうちょっとで壇上を読みたいと思います。江戸時代は歯を黒く塗っていたらしい。お歯黒ですか。それで授業でやったお歯黒文化で。お歯黒ってさ、取れないのかな。なんかずっとキープするって難しいと思うんだけど、色を。毎日だから塗り直してたんかな。あ、すごい、博多ぶり方マン、あとマーク、なぎちゃんバリスイトーヨーさん、あーくまちゃんのー、すごいな。これはなんか浴衣、金魚の浴衣着てますね。くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう、8月最後の夏の終わりに嬉しいです、ありがとうございます。くまちゃんいただきましたね、公演も来てくれてありがとうございました。うん、じゃあそろそろ壇上をね読ませていただきたいと思います。13位はホアンさん、ありがとうございます。12位タイガーさん、ありがとうございます。11位はユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。10位ケルビンさん、ありがとうございます。9位ティンプさん、ありがとうございます。8位チャンナギさん、ありがとうございます。7位サンちゃんさん、ありがとうございます。6位は、あーこれま、お母さんな、なんちゅう、これ私って名前の読み方違って、なんか親に言われたんですよ。なんだっけ、何十人生なんとかだよって、なんか私が読み方違うから毎回。なんだっけ、あー南十字星、南十字星さん、ありがとうございます。いつも間違って本当にすいませんでした。南十字星さん、6位、ありがとうございます。5位、トカチンさん、ありがとうございます。4位は、まさたかさん、ありがとうございます。
3位ケンケンアットマーク9月もなぎに夢中予定いや確定さんありがとうございます。2位はサンキューサンキューテンキューさんありがとうございます。1位はハーミさんありがとうございます。以上になります。はい、もうね明日から9月っていうのは本当に早いね。すごい1ヶ月が終わりました。本当8月はいろいろありましたね。8の日もあったし、まあイベントもたくさんあったし、8のイベントはでも私ほぼほぼ多分皆勤賞かもしれないですね。楽しかったです。なんか充実してた。あっという間に終わっちゃったな。階段も聞けたし、ショールームイベントあったしね。まあそうね、ショールームイベの印象は強いか。本当にいっぱいあった。うん、なんかいっぱいありすぎて9月のイベントがまあ少ないから、ちょっとね物足りなく感じてしまうんじゃないかなって思うんですけど、まあ、でもとりあえず9月の4日にオンコロライブがあるので、ぜひ皆さん、無料のライブなのでぜひ来てくれたら嬉しいです。はいね、オンコロが楽しみです。そして TikTok も更新したのでぜひ見てください。いいねコメントを待ってます。ということで、じゃあまた来月もよろしくお願いしますね。じゃあ2977人の皆さん、 B 公演も今日はありがとうございました。配信見てくださりありがとうございました。じゃあまたね、おやすみなさーい、バイバーイ、またねー。